バカ言え。問題の俺の鞘はここにあるんだぜ。話にもならないな。私もみんなも最初から疑ってないよ。だが世間が信じてくれるかわからんのが困るな。先方も犯人を絞りきれないのだろうね。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して暗殺したって話もあったよ。新選組の仕業にしたい奴もいるだろうしな。つっても俺たちが知らない以上、新選組が手を下したわけねえよ。三男さんが勝手に動いたんだとしたら別ですけどね。三男さんは大丈夫なのか。俺らから見ても最近の夜の巡察はやり方がひでえぜ。俺らで気をつけるしかねえよ。羅刹隊の存在を表に出すわけにはいかねえし。その件についてだが。あ、近藤さんと土方さん。って。斎藤、なんでここにいんだよ。おや、斎藤君じゃないか。久しぶりだね。五両英治の方はどうしたんだい。ああ、ごちゃごちゃうるせえな。許すも何も。本日付で斎藤は新選組に復帰すんだよ。え、いや、ちょっと待った土方さん。俺たち的には嬉しい頼りだけどよ。それじゃあ五両英治っつうか伊藤派の立場は。まずそこから訂正を。俺はもともと伊藤派ではない。斎藤君はな、都市の名誉を受けて患者として伊藤派に混じっていたんだよ。なんだ斎藤君、僕に内緒でそんなに楽しいことしてたんだね。さっきは肝が冷えたぜ。近藤さんたちも人が悪いよ。極秘だったんでな。黙っていてみんなにはすまんことをしたな。安心するのは後だ。この半年俺は五両英治として活動したが、伊藤たちは新選組に対して明らかな敵対行動を取ろうとしている。敵対行動とは表現からして穏やかではないようだ。伊藤の奴は幕府を失墜させるために羅刹隊の存在を公表しようとしてやがんだ。そのために薩摩と手を組んだって話もあるな。
そしてより差し迫った問題がもう一つ。伊藤派は新選組局長暗殺計画を練っている。五稜英二はすでに新選組潰しに動き始めている。坂本龍馬が暗殺された件を聞いたが、何でも俺がやったとかいう話だよな。聞いたなら話は早い。その噂を流したのは五稜英二の連中だ。紀州藩の三浦九太郎が新選組に依頼して原田に殺させたってな。三浦の警護は斉藤に頼むことになる。斉藤は周りから見ると伊藤派から出戻りしたようにしか見えねえからな。わきまえています。ほとぼりが冷めるまで俺はここにいない方がいいでしょう。伊藤貸太郎、羅刹隊を公にするだけでなく近藤さんの命まで狙ってるときた。残念なことだが伊藤さんには死んでもらうしかないな。いやもうえまい。まず伊藤を近藤さんの別宅に呼び出す。接待には俺も回る。その後伊藤の死体を使って五稜英二の連中を呼び出し切る。実行隊は長倉原田、お前らに頼む。で土方さん、僕は誰を切ればいいんですか？おめえは寝てろ。変な席をしやがるし、体調も悪いんだろう。まだ数日は斉藤もここにいるから、相手してもらってろ。恨みますよ、土方さん。五稜英二はこれで終わる。平助を呼び戻すつもりがあるなら、これが最後の機会になるだろう。そりゃもちろん助けて。歯向かうようなら切れ。そんなわけがなかろう。どうしたって本心では助けたいと思ってるんだ。都市には俺からも後で話しておく。いやむしろ嬉しかったよ。英介は皆に慕われているのだな。長倉、原田、局長ではなく近藤勇として頼む。英介を見逃してやれ。できるなら戻るように説得してほしい。ああ、やってみる。
これで皆自分の役割は確認したな。質問があるなら今のうちに言っておいてくれ。手伝うと言っても今回は汚い仕事だ。正直君は関わるべきではない。If you'd like to help convince Hisuke to come back to our side as well as help assassinate Ito, you can choose still want to help. But if you want to get Okita or Saito, you choose decide to stay here home. こんなところで何をしているんだ。一人で出歩かないよう言われているはずだが。いや、今はそんなことどうでもいい。大変な方が入った。一秒が惜しい。広間に人を集めるから手伝ってくれ。ソウジ君は休んでいるようだったから呼ばなかったよ。それで構わないかい？はい、問題ありません。それより、ことは急を要します。山崎君が慌てるとは穏やかでないね。伊藤さんの暗殺に失敗したのかい？いえ。それ自体は成功です。我々は伊藤の死体をおとりに五稜英氏を油工事におびき寄せ包囲しました。ですがその際、長倉さんたちと五稜英氏双方を包囲する形で横槍が入りました。薩摩の連中です。敵の数はこちらを大きく上回っていたが、おそらくあの人たちならばしばらくは持ちこたえてくれるはずだ。早急に援軍を送らなければならないね。動けるものは私と島田君と。